8月10日から19日までのお盆期間中県内のロードサービスの受付件数は前年と比べて164件増え1660件となりました救助要請のうちバッテリーが上がるといったエンジントラブルが一番多く続いてタイヤのパンクでこの2つで全体の3分の1を占めましたジャフ広島支部によりますと 救助要請が増えた要因は天候に恵まれたことや曜日の並びにより外出しやすい環境が整ったことが影響したとみられるということです JAF はバッテリーやタイヤに関するトラブル防止のために車の定期的な点検をしてほしいと呼びかけています